始まっちゃった。はい、よろしくお願いします。本日も、ヒデオさんにアサリを8個当てていく遊びをしていきたいと思います。サムライ。サムライ。サムライ。僕はサムライ。ステージはマテガイ放水路にしたのですが、これここのアサリよくわかってないので、あ、なんか来てますね。なんかやってるよ。なんか言ってる。ちょっと待って。ちょっと待ってみんな。なんかバルーン切られてないか？いけ。僕は、強くなるんだ。上から見とこう。何やったんだこれ。バルーン切ろうとしてるぞ。チェーンソーみたいなやつで。これ何してんの？このバルーンが切れるまで修行するんだ。なんで切れないんだ。ヒレの呼吸一の型。ヒレうう。ヒレ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 。早い。いつがいいんだタイミング。ここか。ここなのか。うい。二個。怖い。あ、バレてるバレてるバレてる。くそ、あそこにいるの。バレてるけど、ヒデさん、これ、ガラスがあってバレ、大丈夫だ。めっちゃ下から攻撃してくれ。怖い。見て下から上から落とせんじゃないか、アサリ。ほい。あ、入った。すごいこれ。入れ。あー、待って。登ろうとしてる、待って。一回隠れろ。ヒデさん来るぞ。隠れろ。やばい、バレてる。あー、待って。やばい、待て。やばい。マジで危ない。逃げろ。待て。どうしよう。どこに逃げれば正解なんだ。あー、10個になっちゃった。場所バレちゃう。どうしよう。よし、これをおとりにしよう。アサリのとこ撃ってる。よかった。俺生きてた。あれ、うなちゃんいないんですけど。さっきここにいたと思ったんですけど。あと、なんか8個に変わったから、あと5個ですね。5個当てればいいんですけど。あいつはどこ行った？あ。なぜ切れないんだ。僕に切れないものはないはずだ。くそー。バルーンを救ってあげなきゃ。器物損壊はダメだよ、ヒデオさん。ほいほいほいと。逃げろ。6個までいった、6個までいった、6個。待って、なんだこれ、濡れてる。まずい、まずい、せっかく6個までいったのに。ちょっと、やばい。あー、危ない。やられちゃう。あー、まだ8個になっちゃった。もう、どうじゃー、やられた。ふぃー。今回、むずすぎる。えい、返却しました。僕にアサリは必要ない。僕に必要なのは、愛と勇気。なんか、今回のヒデオさん、結構やる気満々で、難しいです。8個当てるだけでも命がけなので、いつもちょっと、抜けてるとこあるじゃん、ヒデオさんって。今回それがないからさ。あ、やってる。またやってるよ、見て。バルーン切ってる。俺も切られたからな、同様に。やばい、投げすぎた。まずい。いや、ちょっと危ない。無理。今日マジで無理。今日の、いや、来てる。助けて。あ。バレてないか？うなちゃんはどこに行ったんだ？あ、いた。見て。なんかバルーン攻撃してる、また。
あと4個なんだよね。あそこにも切れるものがありますね。なぜ切れないんだ。僕に切れないものないはずなのに。ちょっと逃げ道を確保しながら投げていくか。ここからだな。1、2と。当たった。1個、1個だけ当たった。でも、これ場所バレてないぞ。なんでこの刀切れないの？なんか来たんですけど。ははは、ここならバレてない。よし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 、キョロキョロしてる。探してるね、俺のこと。切れろ、切れろ、切れろ、切れろ！俺、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 切れろ。みんな見て。上からバルーン切ってる。そろそろいけるか。そろそろいける。危ない！危ねえ。危ねえ、めっちゃ探してる。めっちゃ探してた、今。あと2個だぞ、みんな。もう2個、これ、つけちゃうか。やばいやばい、結構キョロキョロじゃない？めっちゃ警戒してる、見て。あと2個当たるかな？うねちゃんはどこだ？俺今ちょうど2個持ってるから、もう命がけで行ってくるわ。まず1個、からの2個。やばい！あー！あと1個が足りなかった！くっそー！やられたー！7個当てていい？ 1、2、3、4、5、6、7、あ、そろくらい、あはははは、オッケー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 、今回ヒルさんマジで強い、マジで強い、マジで強い、マジダメダメ、やだやだやだ、取っちゃったんですけど。今回のヒルさんめっちゃ怖いんだけど、その剣持ってくるの怖、なんか捕まっちゃったわ。ヒレオさんね、今回めっちゃ危険だったからね、牢屋作ります。ここに、ちっこい牢屋で、牢屋牢屋で、監禁するので、ヒレオさんこっから出ないでください。ヒレさんこれで監禁されました。お！お！えぇ、ー、脱獄してる脱獄してる。ねえ、ああ、戻ってきた。監禁、監禁、監禁、監禁。監禁、監禁、監禁。僕は、ここを何周も走らされる呪いにかかっています。この呪いを解くために、みんなチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録をすることによって、僕は救われると信じています。ぜひ助けてください。